ウクライナ侵攻ロシアのウクライナ侵攻に対する抗議デモが24日世界各地で相次いだロシアでも行われ地元人権団体によると少なくとも60以上の都市でデモが刊行された治安当局が厳しく取り締まり1,800人以上が拘束されたという モスクワでは若者を中心に数百人の市民がデモに参加し戦争をやめろと叫びながら行進西部サンクトロペテルブルクでも大規模なデモがあった各地で治安部隊が市民を相次いで拘束したモスクワでデモに参加した男性はイギリスメディアに プーチンは正気を失った。21世紀にこのような戦争を起こすとは思わなかった。中世にいるかのようだと語った。欧米やアジアなど世界各地でも反戦を訴えるデモが一斉に開催された。アメリカ・ニューヨークではウクライナ国旗や地に飢えたプーチンを止めろなどと書いた。 プラカードを持った人々が軍事作戦の中止を訴えた。